風宮は、三重県伊勢市と川町に存在する下空の境内別宮である。亀石風宮は、下空西宮南方の日野清山の麓に位置する、下空の別宮である。祭人は、内空別宮の風日祈り宮と同じ、九朝津彦命、九朝古偏命で、下空西宮前の池の横の多賀宮への参道にある、亀石を渡った左側に風宮がある。亀石は、 高倉山の天岩との入り口の岩を運んだと伝えられている。別宮とは、分け宮の意味で、西宮に次尊いとされる。下宮の別宮は、風宮の他境内に、多賀宮と土宮、境外に、よ読宮があるが、風宮が別宮となったのは1293年と、最後であり、四別宮の中で第四位とされる。古くは、 現在の抹茶格の風車であったが、1281年の現行の時に神風を起こし、日本を守ったとして別宮に昇格した。風宮の祭神は、風雨を司る神とされる九朝つ彦命と九朝古変命である。本来は濃厚に適した風雨をもたらす神であったが、現行以降は日本の国難に際して日本を救う祈願の対象となった。 風宮の由緒は定かではないが、997年の蝶徳堅録に、下空所管の他社32前の4位の風車と記されたとの渡来家行による類寿人議本源での引用が最古である。電車は現在の末車に相当し、現在の拙者以下の扱いであった。風神社は末車相当であったが、祭人が濃厚に都合の良い風雨をもたらす神であることから風火。 祈り祭りが行われ、神ナメ祭りでは、県勢が備えられるなど重視された。1281年の元行では、朝廷より、ためうじ大納言が直視として神宮に派遣され、内宮の風神社と風車できとを行った。日本に押し寄せた元軍は退却し、日本にとっての国難は去り、これを神風による勝利として1293年に風神社と、 風車は別宮に昇格され、風ひいのり偶と風宮となった。江戸時代末期に欧米諸国が日本を訪れるようになり、1863年5月に朝廷は風ひいのり偶と風宮で上位の祈願を15日間行った。1876年の伊勢暴動の際には、月読み偶近隣の町が炎上し、宮への累相が懸念されたことから、 つくよみぐるの身体が一時的に風宮へ移された。毎年5月14日と8月4日に、風雨の順調と五国の豊穣を祈る風日、祈り祭りが行われる。風宮の社殿は下空に順次祖と蘇儀の地儀と、五本で奇数のカツを持つ、かや武きの神明作りで難免している。仙宮のための古戸の地は東西に隣接している。ありがとうございます。